ジェームズ・オーティスは、マサチューセッツ湾直轄植民地の法律家、政治活動家。アメリカの植民地時代末期に当局による強制捜査のあり方を批判して、植民地の権利を主張。その論旨は、後の独立革命の理念の背景の一つとなった。通例、代表なき課税は暴政であるというフレーズを初めて使ったとされる。 同じく放送畑の政治活動家である父親と同盟であり、その混同を避けるため、当時の資料を含む多くの文献で、本校の主題である息子に言及するときは、ジェームズ・オーティス・ジュニア、父親の方に言及するときは、ジェームズ・オーティス・シニア、または民兵軍での階級が添えられている。本校では父親について述べる場合にのみ、父・ジェームズとして明示する。ジェームズ・オーティスは、 マサチューセッツのバーアンスタブルで生まれ、父ジェームズとその妻メアリーが設けた13人、兄弟姉妹の長子として成長した。父ジェームズは、マサチューセッツの有力者の一人として、司法長官、民祖裁判所判事、遺言権人判事、代表議会議長、民兵軍大佐などを歴任した。兄弟姉妹には、成人前に没した者もいれば、独立革命前後に、 公の活動を行った者もいる。中でも、長いモートマーシー・オーティス・ゴーレンは、詩や戯曲などの著作活動を通じて、独立革命を擁護し、マッテイ・サミュエル・アレン・オーティスは、初代合衆国上院秘書官を務めた。ジェームズ・オーティスは1739年から1743年にかけて、ハーバード大学に在籍し、卒業後しばらく文学を独習した後、 1745年から弁護士ジェレマイア・グリッドリーに学び、1747年にプリマスで弁護士として独立、1750年からはボストンに活動の中心を移した。1755年春、昇華の娘、ルース・カニンガムと結婚、社会的な地方を固めた。思想堅固な応答派だったルースは、夫と政治的理念を共有することはなかったが、 生涯を連れ添った。二人の間には三人の子供が生まれている。長男ジェームズは独立戦争に志願兵として従軍し、18歳を前に命を落とした。長女エリザベースは、後年オーティスが精神を患った後に、イギリスの士官と結婚し、イギリス本国へ去った。次女メアリーは、大陸軍将軍、ベンジャミン・リンカーンの子と結婚した。百五十六年頃から、 治安判事、司法長官代行、開事法務官代行などの任命を受ける一方、1760年には、ラテン語に関する著作、ラテン語死刑論の基礎を出版している。さらに、ギリシア語についても、同様の総項を書いたが、しかし、ギリシア文字の活字の都合がつかず、未発表となったとされる。この総項は失われてしまっている。総じて、この時期のオー,オーティスは、 文学を愛好する優秀な若手放送以上の存在ではなく政治的な物事への関心は薄かった。1760年9月最高裁判所主任判事スティーブン・スーワールが病没した。空席となった主任判事の椅子は父ジェームズにとって宿望のものであり、全然総督ウィリアム・シャーリーからもその約束を取り付けていたつもりだった。 父親の望みを理解していたオーティスは副総督トマス・ハッチンソンとその周辺に8月に着任したばかりの新総督フランシス・バーナードへの口添えを依頼した。しかしハッチンソンは議定アンドリュー・オリバーやオーティスの旧氏ジェレマイア・アグリッドリーに押される形でバーナードから主任判事への任命を受けた。この間の行きはオーティスとバーナード及び ハッチンソンの間に埋まることのない溝があった。その対立は早くも翌年2月の援助令状をめぐる論争となって現れることになる。この頃マサチューセッツの税務局職員は1750年代にマサチューセッツ最高裁判所が発給した援助令状をもとに一般市民に対して捜査への援助を強要することができた。これらの援助令状は 発給にあたって、捜査の対象や目的、その期間を特定する必要がない、一般令状であったため、マサチューセッツの家財は常に強制的な捜査と、欧州の対象となりうる状態だった。援助令状には、国王の死後6ヶ月という有効期限があった。ジョージ2世が1760年10月に放御したため、既存の令状は1761年4月に、 執行することになった。当局は援助令状を新王上寺三世の名のもとに再発給することを要請したが、これに対し、ボストンの商人たちが公聴会の実施を求めた。人の家は城塞である。家は人に安らぎを与え、城塞の城主に対するがごとく人を守るものである。しかるにこの令状がもし合法と定められるのであれば、 この上司の特権は徹底的に踏みにじられるだろう。管理は自分の望む時に我々の家に足を踏み入れて良いということになる。1761年2月のオーティスによる弁論から抜粋この時期開示法務官を代行していたオーティスは当局側の弁護を要請されたがこれを拒否して離職反対に学友億千ブリジサッチャーと共に貿易省たちの弁護を 公益のための無償奉仕という形で買って出た。1761年2月、マサチューセッツに会議自動で開かれた公開討論では、司法長官として当局の弁護に立った休時、グリットリーを向こうに援助令状に反対する主張を5時間にわたって論じた。結局、オーティスらの主張は新主席判事ン,ンソンによって退けられたが、オーティスの弁論は、 ジョン・アダムズをはじめとする愛国派の人々に感銘を与え、結果としてアメリカ独立革命に一定の貢献を果たした。アダムズは後に公開そうしている。オーティスは大化の種日だった幼き独立の機運はあの時、あの場所で生まれたのであるこの弁論によって一躍、その名を知られるようになったオーティスは同年5月、マサチューセッツ代表議会ボストン代表議員の一人に、 選出された。以後、1769年まで続けて議会に席を占めることになる。自然状態にある人間となれば、何人といえども、私の同意なくして、私から財産を取り上げることはできない。もし同意なく私の財産を取り上げるならば、そのものは、私の自由を侵害し、私を奴隷とするものである。このような行為が自然の法理に逆らうとするとき、 社会の法理がこれを正義とすることはあり得ない。問題の課税行為は代表を選出していない人々に対して実施されるものであり、人々の基本的権利の一つである自由人たる権利を犯すものと思われ、このままことが進めば市民権のことごとくを全面停止せしめることになると思われる。同意なく財産を欲しいままにされるという中で市民権のどこに価値が残ろうか。 イギリス植民地の権利の主張と、証明から抜粋オーティスは弁論のみならず、パンフレットの交換によっても論説を行った。オーティスの主張は、ジョン・ロックの影響下にあり、これらのパンフレットにもしばしば引用されている。1762年のマサチューセッツ湾代表議会による措置の用語は、オーティスが初めて発表した政治論に関する出版物である。 公費をめぐる総督と議会の対立を陳述し、そこを足がかりに、課税は人民の同意を代行する代表議会によってなされるべきであるという議論を展開した。一方、財政難に苦しむイギリス本国は、その活路を植民地への課税に見出した。1764年、本国議会の決により、植民地からの徴税による増収をうたった佐藤法が成立した。 同年9月、オーティスは、イギリス植民地の権利の主張と、証明と題するパンフレットを発表する。ここでオーティスは、諸権利は、添付自然のものであり、行政府は、社会全体の福利を推進することを胸とした、社会全体との契約によって成り立つというロックの説をなぞり、代表なき課税は契約関係のない行政府が、イギリス市民の市民権を侵害するものと批判した。 植民地の政治的権利を理論的に示した、このパンフレットは、それまでに植民地で配布された経済的弊害を解く、ことに主眼を置いたパンフレット群とは一線を画し、独立革命運動に極めて大きな影響を与えた。しかし、本国議会は、さらに1765年、植民地で発行される、様々な書類や出版物に本国が発行する。 収入因子を重複することを義務付ける因子法を制定した。これは植民地内部での取引に対する直接的な課税を意味していた。オーティスやサミュエル・アダムズは各植民地から代表者を集めて対策会議を開くことを企画し、1765年10月の因子法会議を実現した。オーティス自身もマサチューセッツ代表の筆頭として出席した。そして、 翌年には、因子法を撤廃させることに成功する。1766年5月、マサチューセッツ代表議会の議長に指名されるが、総督バーナードが任命を拒否したため立候補を取り下げ、結果、トマス・クッシングが議長に任命されることになった。この時議会が指名した総督会議議員の面々も任命を拒否されている。その中には、父ジェームズも含まれていた。 同年9月、ボストンの商人ダニエル・マルコムは、援助令状に基づく家屋の立ち入り捜査に対し、援助令状によって、城前の破壊を命じることはできないと主張して、施錠された区画の捜査に、実力で抵抗した。当時から、この事件の裏には助言者として、オーティスの存在があると考えられていた。1767年、本国議会では、植民地に、 新たな税負担を求めるタウンゼンド関税法が成立。12月にペンシルベニア植民地のジョンディキンソンからペンシルベニアの一農ーフからの手紙の原稿を受け取ったオーティスはすぐに発表するように助言した。同月開かれたマサチューセッツ議会はサミューエル・アダムズが寄贈したマサチューセッツ会場を採択し各植民地に対し国王ジョージ賛成に請願書を送るよう協力を 要請した。飲酒法以来、イギリス本国への不満が高まるにつれ、ボストンの情勢は悪化していった。当局による取り締まりは厳しさを増し、自由の息子たちなどの抵抗運動も過激化の一途をたどる。そのような環境の中、オーティスの精神には、耕弱の兆しが現れ始めた。1769年9月、オーティスは、 ボストンガゼット市場で一部の税関職員の不正を告発した。その翌日、問題の税関職員の一人であるジョン・ロビンソンから暴行を受け、頭部に深い傷を負った。加害者に2000ポンドの損害賠償を命じる判決が下されたが、加害者の謝罪を受けたオーティスは賠償金の支払いを求めなかった。しかしこの事件はすでに不安定になっていた。 オーティスの精神に重篤な後遺症を残し、肉体の傷は癒えても、精神的な安定を取り戻すことはできなかった。1770年は議会に選出されず、1771年には再び選出されたが、しかしそれ以降議場に立つことはなかった。1771年後半から1783年の死に至るまでの期間、オーティスは、 世間と深く交わることなく過ごした。晩年のオーティスが思考や書簡などを破棄していることもあり、この時期の消息は関係者の談話が断片的に残されているに過ぎない。その人生における最後にして曇り善たる部分である。この期間、オーティスは成り行きを見守る、その他体制の一人でしかなかった。1775年、独立戦争が始まる。この頃、オーティスは、 妹、マーシーの世話になっていたが、6月17日に戦いの噂を聞きつけると銃を調達し、通りすがりのミニットマンの一団に同行して、バンカーヒルの戦いに参加したとされるが、これは裏付けに乏しい。1781年からは、アンドーバーの知人、オズウッド家に寄宿していた。この頃には、病気から回復したと家族や友人たちからは見られていた。 1782年、マッテイ・サミュエル・アレン・オーティスの勧めで、ボストンに戻ると、かつての友人たちが、次々とオーティスを訪ねてやってきた。特に時の知事ジョン・ハンコックはオーティスに配慮を示し、5月の晩餐会への出席を重複させた。しかし、旧友が居並ぶ晩餐会の場で感極まったオーティスは再び精神の安定を失った。その後、オーティスはアンドーバーに戻った。 サミュエル・アレン・オーティスの勧めに素直に従って、とも、管理に身柄を拘束されて、とも言われている。グラナリーマイ装置にあるオーティスの墓。名盤は1898年に、地元有志によって制作されたもの。アンドーガーに戻ったオーティスは、1783年5月23日、落雷の直撃を受け即死した。落雷による死は、オーティスの望むものだったと言われている。 遺体は、ボストンのグラナリー埋葬地にある妻方、カニンガム家の区画に埋葬された。死後30年経った頃、オーティスの愛国心を否定し、その活動の動機は、父親のための良寒運動が失敗に終わったことに、対する逆恨みに過ぎないという論評が発表されると、ジョン・アダムズは知人に手紙をしたため、こうそうした。若造だった私も、今や年寄りだ。その年寄が、 心の底から言う。あれほど、まっすぐにこの地を愛し、あれほどまでに精神をすり減らし、10年という、限られた、時間の中であれほどまでに重要で、本質的な貢献をこの地の大義に施した人物は、1760年から1770年のオーティス氏を置いて、他には見当たらない。もっとも、この表現は、多くの研究者から主観的に過ぎるとみなされている。 独立革命当時に発表された文章を横断的に研究した歴史研究者タイラーは独立革命をドラマに見立ててオーティスの自責を統括した。このドラマにおいてジェームズ・オーティスは非常な名優であった。とはいえ、その出番は舞台の序盤に演じ切られた。冒頭では並ぶものなく独壇場であった。序幕においても交際を放った。第一幕、二幕、 三幕においても舞台正面をカッポしたのはオーティスであった。そこからも引き続き舞台に存在を示した。しかし突如、クライマックスに至るはるか手前で舞台の上から完全に姿を消してしまった。ありがとうございます。